今日のゲーム振り返ってご覧いただきます。まず先発の西、立ち上がり非常にいいピッチング、ハツキをセンターフライに、カウント粘られましたが抑えました。2番の大森、山本へのゴロ、これで2アウト。一方野村が先発しまして、佐藤輝明が登場いたしました。最初の打席、1回の裏、板山を2塁に置いてという場面で膝を少し沈ませながら打ち返して、普通の打者よりはやはり飛ぶという佐藤の雰囲気が第一打席からありました。今日のスタートということになりました。4番でライトでした。4回の表、ランナーを2人置いて当たっているニラサーが登場というカープの攻撃です。連続試合ヒットがありまして、ここでライト前へのタイムリーヒット、先制点を挙げたのは今日はカープ、好調な平沢がもたらしました。宇草がホームに帰ってきました。さあ4回の裏、佐藤の第2打席です。これは見どころがありました。レフト風も追っていまして、しかしこの堂林が大ファインプレー、掴み取りました。フェンス直撃かという打球、ランナーが戻りきりませんで板山がアウトでダブルプレーになりました。抜けたかと思っても仕方がないような大きな当たりでした。堂林の好プレーでした。さあ追いかけるタイガースはランナーを二塁三塁に置きまして、今日非常にいい活躍をしました遠藤。第2打席、ここは打つ場面ということで、最初の打席では送りバントを決めていましたが、第2打席は一塁線を鋭く破っていきました。2点タイムリーツーベースヒットで2対1と試合をひっくり返しました。遠藤の貴重なところでのツーベースヒットが生まれまして、取られたらすぐ返すというような体制が今日も、できていました。遠藤、今日はラストバッターという打順でした。一方こちらはその後、今日カープ反撃に出まして、ランナー堂林ツーベースで出塁した後、宇草も左中間へ力強い打球、パンチ力を発揮しましてタイムリーツーベースヒット。6回の表2対2の同点に追いつくというゲーム展開に持ち込みました。西野村両投手が好投しながら接戦のゲームとなりました。6回の裏のタイガースの攻撃は板山が歩きまして、佐藤の第3打席、いい感じも出てきた中で佐藤の第3打席、変わりました。高橋美希也、左からフェンス直撃、あと1メートルでホームランではないかというようなツーベースヒット。2対2の同点からノーアウトランナー二塁三塁のチャンスを作りました。非常にこの1本、本人もほっとした部分もありましょうし、ゲームでも貴重な1本となりまして、ランナーは二塁三塁ノーアウトというチャンスで5番の陽川へと打順を回しました。ここまでヒットのなかった陽川、2打数ノーヒットの第3打席、バットの先端ではありましたがしぶとく落としまして3対2と1点抜け出すヒットとなりました。なおもノーアウトランナー1塁3塁の攻撃が続くという流れのいい中で高山が打っていきましたが、463のダブルプレーとなりました。3塁ランナーがホームに帰ってきまして4対2、この回2点ということになりまして、4対2と勝ち越すということになりまして、佐藤輝明がホームに戻ってまいりました。タイガースのペースになりました。7回の裏、ランナーを置きまして今日2番に入っている北条、藤井の投球を捉えまして力強い打球はセンターオーバーのタイムリーツーベースヒット、貴重な追加点の5点目、5対23点差とリードを広げまして、連勝へ導く、基礎を作るような一打となりまして5対2の3点差、終盤攻撃の手を緩めない阪神は
ランナー満塁で今日当たっている遠藤という場面、8回の裏2アウトから作ったチャンス、そしてラストバッターの遠藤へ。遠藤はよく見まして押し出しのフォアボール、これで5対2から6対2としました。ネバラスカス2アウトからの乱調となりまして、押し出してまず1点、さらにはランナー満塁ということで打順は5打席目の江越ということになる。江越が打てば先発全員安打ということになる今日のゲームでしたが、その江越の第5打席に甘いボールを逃しませんでした。好調江越が先発全員安打となります3人の走者を返します。ツーベースヒットを放ちまして9対2、これで完全に勝利を確定的にした1打ということになりまして、ゲームを決定づけました。先発全員安打、見事な攻撃。最後マウンドに上がりましたのは小林、代打の持ち丸がセンター前のフライ、江越がボールをキャッチしまして、山本がこのボールをキャッチしましてゲームセット9対2。今日も快勝で連勝を17と伸ばしました。佐藤輝明もフル出場いたしました。この勝利の輪の中に入りました。出直しの今日からのファームでのゲーム参加ということになってまいりましたが、その初戦は9対2快勝ということになりました。17連勝は実に見事です。ウエスタンリーグの首位キープ、ソフトバンクに、差をつけてということになって、まだまだこのソフトバンクとの争いは続いていきます。何しろ連勝といういいムードが続いている。